仕事をどう選べばいいのかわからないという学生からの質問に対しての一つの考え方を提唱します。やりたいことがはっきりしないのであれば収入重視、どうせ仕事をするなら給料の高い会社や業界に就職することを優先するのも一手です。本書ではもらえる給与水準の高さに着目して狙うべき就活のポイントをまとめてみました。この狙うべきポイントは就活生の立ち位置によって変わります。仮に高い偏差値水準の大学にいなくとも賢く狙いを定めることで高い収入を得ることは可能であり、生涯賃金の額も大きく変わってきます。そんな賢い就活の進め方を本書から読み取ってもらいたいと思います。一章、国内主要業界別の平均年収差は意外に大きい。仕事を考える際に何を優先して会社を選んでいるか、それは人それぞれかもしれません。考えるべきポイントをいくつか例示してみましょう。やりがい達成感や充実感、好きなこと、趣味の延長線が仕事につながる、人間関係や職場の風通しの良さ、社会的地位、周囲からの見栄えの良さ、福利厚生諸手当、寮や社宅の整備に伴う住環境、教育研修制度、有給休暇が取得しやすいなどのプライベートに対する自由度、収入初任給、給与水準、生涯賃金、どうせ働くなら給料がたくさんもらえる会社に就職したいですよね。ところが実際の就職ではそうならない場合がほとんどです。そもそもそんな給料差を考えて就活するというよりも、まずは入れそうな会社にアプローチして内定をもらった大手企業から順に優先度を決めて就職することが多いのではないでしょうか。本書はお金収入にスポットを当てて、どうせ働くなら身入りのいい仕事につけるように最低限の就活知識をまとめてみたいと思います。とはいえ、こういった知識をつけたとしても誰もが給与水準の高い会社に就職できるわけではありません。世の中には常に競争があります。待遇の良い仕事は競争を勝ち抜いた就活生から獲得していくので、勝ち負けがあることは割り切るしかありません。昔から言われていることに、いい学校を出ていい会社に入ったら生涯にわたって楽な暮らしができるという言い回しがありますが、これは本当でしょうか。ここで言われているいい会社とは、給与水準の高い会社のことを含みます。一般的な社会的感覚での会社の良し悪しは、お金が最前面に出ていることも多いようです。また別の視点から考えると、好きでもない仕事を給与水準が高いから続けられるかといえば、それも難しいように思います。本書ではこれら仕事との相性については詳述しませんが、まずは収入の良し悪しを業界別にまとめて、そういった視点からの就活の狙い目を考えることにします。業界別の給与水準平均年収を理解するには、例えば会社4期法業界地図2019年版に発表されているデータを見れば良いでしょう。ただしここでは64もの区分に細分化されており、かえって分かりにくい面もあります。そこで接著採用面接に進めない、進んでも落とされる就活生へ、企業の本音と学歴、フィルターの回避方法を教えます。でまとめた世間一般中高年向けに分かりやすい国内主要業界ごとに集計したものを随一にまとめてみます。出店平均年収は業界を代表する企業を筆者の感覚で抽出、平均年収JP に紹介されている40歳44歳での年収最大値と最小値の平均値としています。会社指揮法2019年度版業界地図では、業界平均年収は600万円、最高額のコンサルティング業界は1316万円、最低額の介護では401万円と、その開きは3倍以上あります。本書でまとめた業界別平均年収は、最低額が業界平均程度なので、どちらかといえば給与水準が高い業界での議論になるかもしれませんが、それでもその差はかなり大きいものです。最高額の業界商社総合商社で 1141.2 万円、最低額の業界ガス 600.5 万円、業界や業種によって得られる給与水準は大きく異なることをまずは理解した後、どういった仕事が高い給与水準であるかを次の章以降で考えてみたいと思います。一章のポイント、業界や職種によって給与水準は大きく変わる。二章、業界会社の偏差値。給与水準が高い会社で働きたいと思うのは世の常ですが、誰でもそういった給料の高い会社にチャレンジできるかといえば、そうは言えないのが現実です。ここでは業界や会社の偏差値を大学の偏差値と関連つけて考察してみます。図2を見てください。図1で40歳の平均年収をまとめた業界別の偏差値を示します。出展週刊ダイヤモンド35年の偏差値と就職実績で迫る大学序列2017年9月16日 P
7485大学、35年間の歴史を凝縮、181大学、1122学部、全偏差値、P、142153、主要66大学、人気240社、就職成績。これらを関連付けて、算出、業界偏差値の算出法は、以下の通りです。1主要66大学における、全学部の1982年から2017年までの偏差値推移から、最大値と最小値の平均値を算出。これを、その大学の長期視点からの偏差値とします。ここでは、学部ごとの格差までは、加味できていません。世間一般に言われる、偏差値の順位とは、必ずしも一致しませんが、大きくは外れていない傾向にはなっています。例えば、東京大学、76、京都大学、72.5、早稲田大学、72.5、慶應義塾大学、69.5、2大学群を、以下の11群に分類、それぞれの大学群に所属する大学の偏差値平均を、その大学群の長期視点からの偏差値とします。対象となるのは、以下の66大学、それ以外の大学、714校は、その他大学のうち数に相当すると考えてください。実際には、その他大学よりも、厳しい数字になると考えます。大学群、国公立大学、旧帝国大学、7校、群偏差値、68.7、東京、京都、北海道、東北、名古屋、大阪、九州、国公立大学、旧官立大学、7校、群偏差値、64.3、筑波、一橋、東京工業、首都大学東京、横浜国大、神戸、広島、関東私大、A グループ、総計上智、ICU 波含まず3校、群偏差値、69.7、関東私大、B グループ、グマージ6校、群偏差値、64.8、学習院、明治、青山学院、立教、中央、法政、関西私大グループ、関、赤道立4校、群偏差値、63.5、関西、関西学院、同志社、立命、関東私大 D グループ日、東駒先生生、武蔵7校、群偏差値、57.25、日本、東洋、駒沢、専修、成蹊、成城、武蔵、関東私大、E グループ大、東亜帝国、5校、群偏差値、53.25、大東文化、東洋、アジア、帝京、国学院、関東私大理系グループ5校、群偏差値、56.25、東京理、芝浦、東京電機、東京都市、工学院、関東女子私大グループ、3校、群偏差値、63、津田塾、東女、日本女、関西女子私大グループ、4校、群偏差値、55.6、京女、道女、神戸女学院、向こう女、その他大学、上記以外のグループで、知名度が比較的高い大学、15校、群偏差値、54.3、千葉工業、神奈川大、関東学院、金沢工大、南山、愛知、名城、中京、愛知学院、共産、近畿、江南、龍谷、西南、福岡、31989年から2017年までの各会社における大学分別学生の入社割合に上記偏差値を案分、業界の偏差値を算出します。この結果をまとめたものが図2になります。例えば、商社 66.9、都銀 64.9、地銀 63.6、最も偏差値が高い業界広告 67.1、次いで商社 66.9、最も偏差値が低い業界量販 61.5、次いで鉄道 62.3、業界ごとに偏差値の格差が存在し、その差は最大5ポイント程度です。これは人気のある業界では就活生が殺到する結果、競争が激しくなり、偏差値の高い大学からよりたくさんの就活生が入社していることを示します。したがって誰でも希望する業界に就職できるのではなく、競争を勝ち抜いた就活生、端的に言うと広い意味での学歴フィルターをクリアできた就活生が人気企業への切符を最終的に手にしているとも言えます。以上のポイント、業界や会社に就職する場合にも偏差値が存在する。参照業界偏差値と平均年収の関係。次に、ここまでに算出した業界偏差値と給与水準の相関を調べてみると面白い結果が導かれます。図3は図1の業界平均年収を業界から企業ごとに細分化し、企業偏差値と企業平均年収の相関を取ったものです。平均年収のデータは平均年収 JP から40歳の平均男女の区分けなし、40歳男性の平均、40歳女性の平均と3つの視点から集計しています。ここから下記の傾向を確認できます。企業偏差値が高いほど平均年収が高くなる傾向があります。企業偏差値が平均年収のアップにより大きく影響するのは男性であり、女性はそれに比較すると影響度が抑えられる傾向にあります。
男性はより高い偏差値企業に就職することでより高い収入を得られる傾向があります。男女全体における企業偏差値の平均年収アップへの影響度は女性のそれに近く、全体としては女性の平均年収に引っ張られる傾向があります。上述した傾向が大きく間違っていないかを確認するために、異なるデータの出典、会社指揮法2019年度版業界地図にある平均年収に対しても同様な相関を取ってみました。図4を見てください。図3と同様な傾向が見出せます。相関係数も同等レベル。面白いことに、ここで得られた相関関係40歳の平均年収の企業偏差値との依存性は、図3における男性40歳の平均年収にかなり近い傾向を示します。業界地図のデータのまとめ方が男性40歳をベースに調べられているとすれば、今回の図3、図4での一致からおおむねその傾向に前がないように思います。もう一つ違ったデータからもこれら傾向の妥当性を検証してみます。図5は図3でも用いた大学の偏差値を、少しデータは古いのですが、卒業大学別社会人の給与水準夏季調査結果と相関を取ったもので、より高い相関係数が得られる結果になっています。出典プレジデント大学と就職出世結婚お金2011年10月17日 P7477 年収異変東大卒平均832万円、法政742万円。全体的な傾向としては、偏差値の高い大学の卒業生ほど高い年収になるといったある面常識的な結果が導かれます。ただこの全体的な傾向であるマクロ的視点に対してであり、詳細なミクロ的視点から見てみると違った傾向を見出すことができます。要はミクロに見てマクロな傾向から外れているプロットを探せば、企業偏差値がそれほど高くなくても給与水準が高い会社が見えてくるというわけです。これを次の章で確認してみたいと思います。3章のポイント、業界偏差値や会社偏差値は高いほど給与水準は高くなる。4章、給与水準が高い会社を見つける。この章での論点として、特定の業界における平均偏差値に対してそれをクリアできる就活生の考えるべき視点と、クリアできない就活生がどうするべきかを分けて考えてみます。 4.1 業界平均偏差値をクリアできる就活生の会社選択の視点。図6は図3の40歳平均年収のみを抜き出し、マクロな相関の上側に顕著に突出しているところに注目したものです。この顕著な突出は相場に対してより高い給与水準ということで、平均水準から上側に離れるほど突出しています。ここで出てきた2つの会社が住友生命保険と三菱 UFJ 銀行となります。どうです、文系学生がこの2社に集まっていく理由が分かっていただけたと思います。つまり給与水準の高さのみに注目して給与水準を最優先にする場合、一つの選択基準が出てくることになります。都市銀行メガバンク比較、三菱 UFJ 銀行企業偏差値 64.84、 平均年収 1094.3 万円。三井住友銀行企業偏差値 63.85、 平均年収 848 万円。みずほ銀行企業偏差値 64.64、 平均年収 689.3 万円。平均年収を重視した都市銀行における企業選びは上記データから考えればいいと言えます。仮に三菱 UFJ 銀行と三井住友銀行からのどちらからも内定がもらえているのであれば、収入面からは三菱 UFJ 銀行を選ぶという一つの答えが導かれます。生命保険業界比較、住友生命保険企業偏差値 62.84、 平均年収 1176.5 万円。日本生命保険企業偏差値 62.42、平均年収 591.5 万円。明治安田生命保険企業偏差値 62.45、 平均年収 719.5 万円。生命保険業界であれば住友生命保険に入社することが収入面で最も有利になる可能性が高くなります。次に業界をまたぐ就活をしている場合の会社の選び方です。ここでは都市銀行と生命保険業界を比較してみましょう。業界比較、都市銀行メガバンクと生命保険業界。三菱 UFJ 銀行企業偏差値 64.84、 平均年収 1094.3 万円。住友生命保険企業偏差値 62.84、 平均年収 1176.5 万円。都市銀行に比較すると、生命保険業界の就活競争は優しいものの、業界トップである住友生命保険の給与水準の方が都市銀行トップである三菱 UFJ 銀行の給与水準よりも高くなっています。この2社から内定をもらった場合の選択は、給与面から考えると住友生命保険を選ぶという答えが導かれます。また三菱
UFJ 銀行に手が届かなくても住友生命保険に手が届けば、給与水準では引けを取らない、むしろ多いことになります。ここまでの議論とは別次元の、さらにレベルが高くなる会社偏差値66以上の集団に関しては、業界全体の平均年収水準の相関からは突出しており、このレベルを狙える就活生は一握りと言えるものの、特に悩むことなく入った会社が高い給与水準である場合が多くなると思われます。データ集計に基づいた会社偏差値66以上に入社できる可能性が高い大学は以下の通りです。就職に強い大学といえます。図6における右上の会社群に就職できる可能性の高い大学と考えても良いでしょう。ただし、あくまでもマクロな視点からの可能性でしかありません。学部間格差、時代ごとに異なるニーズで、実際にはばらつきが大きくなる。統計計算は絶対という視点ではない、確率論であることを理解しておいてください。東京大学76、京都大学72、大阪大学70、九州大学66.5、一橋大学74、東京工業大学67、早稲田大学72.5、慶応義塾大学69.5、上智大学67、立教大学66.5、中央大学68、津田塾大学67.5、同志社大学66。この大学別就職の有利さを示す偏差値は、 OB 輩出率に伴う現役就活生の引きの強さのようなイメージで捉えるとしっくりくるかもしれません。具体的に考えると、出版業界偏差値 67.1 は早慶の独壇場ともいえ、他の大学の入り込む余地が少ない分より強く早慶の偏差値に引っ張られており、旧帝国大学であっても入試の偏差値がそのまま就職のしやすさや平均年収に結びつかない結果を導いています。企業への就職においては、旧帝国大学系国立大学よりも早慶上智の方が強いと言える場合があり、これは国立大学の上位校が公務員や学者等特殊な仕事に就く傾向の表れでもあります。企業偏差値が高い割に給与水準が低い会社は旧官庁系の企業が多く、かつては天下りや再就職でその後に収入の少なさを補填できるメリットがあったのですが、すでに過去の話になりつつあります。あえてこの時代にそういった企業を選ぶ必要はないかもしれませんが、お金には代えられない社会的な職位や名声を重視した場合に、今の時代であってもこういった選択肢が出てくると言われています。銀行業界を例にとって具体的に示します。みずほ銀行企業偏差値 64.64、 平均年収689、3万円第一勧業銀行、富士銀行、日本工業銀行、かつては特殊銀行と呼ばれていたが、合併日本工業銀行の給与水準が全体を押し下げている印象です。新生銀行企業偏差値 65.48、 平均年収727、5万円破綻した日本長期信用銀行特殊銀行の一角が母体、どうしても給与水準は高くなりません。日本銀行企業偏差値 66.18、 平均年収755、5万円超エリート集団といえますが、給与水準はあまり恵まれておらず、ここでの経歴をもって転職することで恩恵に預かる立ち位置といえるでしょう。仮に収入面を重視した就職を考えるのであれば、上述した視点を頭に入れて就活先を絞ることも一つの考え方だと思います。 4.2 業界平均偏差値をクリアできない就活生はどうするべきか。では次に、絶対的大多数のその他大学就活生における収入を重視した会社の選び方はどうなるかを考えます。一言で言えば、業界偏差値や会社偏差値が低い割に給与水準が高い会社を見つけ出し、就活先候補とすれば良いのです。業界偏差値や会社偏差値が低い割に給与水準が高い会社としては、社歴が浅く今伸び盛りの会社が狙い目です。加えて言うと、旧財閥系三菱、三井、住友といった看板がある会社ではない、オーナー会社であり、企業規模がメガサイズではない会社です。具体的にいくつかの会社をご紹介しましょう。キーエンス企業偏差値算出負荷、平均年収1777万円、給与水準があまりにも突出しすぎているので基準を合わせにくいのがこのキーエンスという会社です。初任給は業界水準並みですが、入社後に収入が上がる仕組みが明確です。余談ですが、初任給で将来の給与水準を予想してはいけない証拠がここにあるとも言えます。給与水準の高さを裏返して考えると、実力の伴わない人は40歳までに会社を去らざるを得ないということです。それほど競争が厳しい会社ですが、コースに乗ってしまえれば破格の収入が期待できるのが特徴的です。キーエンスと比較すべき会社は以下の通りです。ファナックも収入が高いことで注目されている会社ですが、さらに上を行く
キーエンスの給与水準の高さがご理解いただけると思います。会社選びは情報合戦といえる面が多分にあります。ハナック企業偏差値 66.68、 平均年収 1149.5万円、大卒は東京大学、東北大学、東京工業大学に偏重しており、その他の大学は取らずに現場作業を高卒に割り振る徹底ぶり。この国立参考以外は狙わない方が無難とも言える会社です。村田製作所企業偏差値 63.70、 平均年収 6687万円、キーエンスと比較される会社の一つですが、電子部品関係が主力の会社なので必ずしも同じ形態のビジネスとは言えません。オムロン企業偏差値 58.56、 平均年収764万円、村田製作所に比較すると企業偏差値に対して給与水準が高いと言えますが、キーエンスには遠く及びません。とは言っても、このキーエンスのような会社を狙えと言ってしまうと多くの就活生には適合せず、あまりにも狭い選択肢になってしまいます。次の章では収入にこだわった賢い会社選びのコツをご紹介したいと思います。4章のポイント、業界偏差値や会社偏差値が低い割に給与水準が高い会社を見つけ出し就活先候補とする。5章、平均給与水準が高い業界で入れる会社を探す。社歴の浅い会社で給与水準を調べても、ほとんどの場合でデータが収集できません。データ収集が確実にできるのは上場企業まででしょう。とは言っても、3章で紹介したキーエンスですら、その実態があまりにも標準から外れすぎているので対比データをまとめられないほどです。したがって個別データをこと細かく情報収集することはかなりの困難を伴います。であればどうするか、これを解説します。就活先に収入の高さを要求するのであれば、まずは平均給与水準が高い業界に狙いを定め、入社できる可能性のある会社をしらみつぶしに探していく方法があります。業界水準は絶対的なもので、例えば出版業界や商社の給与水準の高さは絶対的優位と言えます。業界間の比較をする場合、会社規模を合わせて比較する必要があります。その理由は、事業を行う上での固定費、不動産維持費用、設備投資費用等が低いからです。例えば商社を例にとって、給与水準がどのように変化しているかを整理してみます。給与水準が高い会社群順に並べてみます。数字は2017年度決算の値、総合商社、超大手三菱商事、年間売上 7.57 兆円、三井物産 4.89 兆円、住友商事 4.83 兆円、伊藤忠商事 5.51 兆円、丸紅 7.54 兆円、豊田通商 6.49 兆円、双日 1.82 兆円、金松0.71 兆円。詳細コンデータ収集ができるのはこのレベルの会社まででしょう。知名度が高い大企業ばかりですので、就活競争はかなりのハイレベルを覚悟しなければなりません。専門商社、大手親会社の系列系分野別には以下の会社が挙げられます。鉄鋼伊藤忠丸紅鉄鋼、年間売上 2.15 兆円、伊藤忠丸紅系列メタルワンに12兆円、三菱双日系列日鉄住金物産 2.06 兆円、新日鉄住金系列 JFE 商事1.91 兆円、 JFEHD 系列阪和工業1.79 兆円。系列なし、案外知られていない会社であっても意外と売上が大きいことに驚きませんか。給与水準は売上規模に引っ張られる傾向にあります。食品、三菱食品、年間売上 2.51 兆円、三菱系列日本アクセスに13兆円、伊藤忠系列国部グループ本社 1.88 兆円。系列なし、その他のセグメントとして機械 F&A、 電子半導体、化学、医薬品、日用品、繊維、燃料エネルギーなど多岐にわたる専門の商社が存在します。総合商社に手が届かない商社希望の就活生にはこの専門商社群をおすすめするようにしています。準大手商社上記以外の東証一部上場会社、東証一部33業種における卸売業は174社、上記を除く会社がこの区分に属しています。かなりの会社数があり、就活生には知られていない割に優れた会社が多いのがこの区分です。仮に自分の大学偏差値が高いとは言えない、その他大学群にいるのであれば、競争の激しい名前の知れ渡った会社ではなく、知名度は落ちるものの意外に優良企業といえる会社を見つけ、そこに的を絞った就活を展開することがとても重要なのです。ところが多くの就活生はそれができていないようです。
純大手商社上記以外の東証2部上場会社東証2部は549社が所属しており、7社が卸売業に区分されます。東証1部に属する純大手に手が届かないのであれば、この区分からも就活先を考えることをお勧めします。商社業界は給与水準が高めと考えて良いと思います。中小商社上記以外、この情報は個人ベースのみ入手か、出典日経新聞2018年9月5日、紙面49月期決算予想、会社指揮法2019年度版業界地図。加えてここで言いたいことは、 B2B で名前が知られていない割に売上規模が大きい優良企業は意外にたくさんあるということです。そういう会社を狙った就活の視点にぜひとも取り入れてください。中 B2 クビジネス2カスタマー、一般消費者をターゲット顧客にする企業 B2C とも表記、テレビのコマーシャル等に露出する割合が高く、大手であれば知名度が高い場合が多い。 B2 ビジネス2ビジネス企業をターゲット顧客にする企業 B2B とも表記、大手であっても知名度がそれほど高くない優良企業が案外多い。5章のポイント、 B2B で名前が知られていない割に売上規模が大きい優良会社は意外に多い。そういう会社は就活先として狙い目と言える。6章知名度が高くない割に優良な企業を探し出す。東証東京証券取引所の上場企業の数をご存知でしょうか。3601社、2018年1月現在もあります。このうち何社を知っているかです。ただ、この数も多いかといえば、そうではありません。日本国内の企業の数は380万社とも言われており、上場企業の比率はたったの 0.095% でしかありません。ほとんどの会社が非上場です。上場企業の情報は財務指標を含めて内部情報を公開する義務がありますので、調べる気になればいくらでも情報が入手可能ですが、問題は未上場優良企業の情報をどのようにして収集するかです。ここでは意外に知られていない東証上場会社の知られざる一面を紹介したいと思います。ただし、会社と個人は相性がありますので、全ての人におすすめということではなく、世間一般にこういった優良企業利益率が高く、社員への給与見返りが高いと思われる会社があると理解ください。商社業界においては先に紹介しましたので、その他注目業界で給与水準の高い業界を紹介します。6.1 コンサルティング業界、業界平均年収40歳1、316万円。個別の会社別給与水準の詳細な情報がつかみにくいところもありますが、広範囲にわたっての高い給与水準が期待できるのがこの業界です。非上場企業も多く、苦労と好みな業界とも言えるので、世間的な知名度は高くありませんが、業界偏差値、企業偏差値はかなり高いと言えるでしょう。新卒では高学歴が優先される場合が多いようです。ただ、日本においては業界歴も個々の会社歴も浅いことから、実力さえあれば採用される可能性があり、狙い目の業界だと思います。実力あっての高収入であることをお忘れなく。外資系に高収入が狙える会社が多いのですが、福利厚生といった概念がない場合も多いので注意してください。一例を下記に示します。平均年収込むより40歳での平均年収役職依存がとても大きいので要注意。マッキンゼー&カンパニー 2179.0 万円、2300.0 万円、世界最大手ボストンコンサルティンググループ 1424.0 万円、1545.0 万円、世界第2位アクセンチュア 891.0 万円、 1012.0 万円、野村総合研究所 1030.5 万円、 1151.5 万円、独立系国内最大手三菱総合研究所 833.0 万円、 954.0 万円、三菱系国内官庁とのつながりが深い日本総合研究所 729.0 万円、 850.0 万円、三井住友系 6.2 投資ファンド業界、業界平均年収40歳815万円、1990年代後半米国から日本に入ってきたハゲタカ軍団が由来ですが、あれから20年を経てそれほど違和感なく受け入れられつつある新しい業界です。ほとんどが非上場企業で欧米風でもあるので、給与水準は実力次第、大手ではなく純大手であっても将来の収入面での夢が描ける業界の一つです。ただし会社内での競争は入ってからが勝負、かなり厳しいことを覚悟してください。その競争はコンサル業界よりも厳しい印象があります。個別企業の具体的な給与水準は確度の高い数値が取りにくいのでここでは詳述しません。 6.3 証券業界、業界平均年収40歳755万円、国内最大手は野村ホールディングスと大和証券グループ、
これ以外にメガバンク系大手があり、知名度も高い。これらの会社は競争が激しいので、そうではない会社が狙いどころです。特に昨今主力になりつつあるネット専業証券会社は収益性が高く、実店舗が必要なく、固定費が極めて低いので、給与水準は高いと言われています。狙い目の会社をいくつか紹介しましょう。40歳での平均年収成果主義が色濃いので、ハイレベルの実力主義。野村ホールディングス、1119.1万円、1240.1万円、独立系、国内最大手。大和証券グループ、1189.7万円、独立系、国内第2。SBI 証券、706.1万円、ネット専業、国内最大手。楽天証券、545.0万円、666.0万円、ネット専業、国内第2。松井証券、728.2万円、849.2万円、ネット専業、国内第3位。超おすすめ株 .com 証券、756.6万円、ネット専業、おすすめマネックス証券、745.6万円、ネット専業、国内第6位。おすすめ6章のポイント。会社知名度は高くないが、コンサルティング業界、投資ファンド業界、証券業界企業の給与水準は高い。7章固定費が低く、収益が出やすい事業形態にターゲットを絞る。ここまでは業界別個別企業を例に説明しました。ここからはもう少し広い視点としては、事業展開における固定費をいかがに抑えるかが収益に大きく影響し、これが社員の給与に跳ね返ってくる仕組みを説明します。これを分かりやすく図に書いて説明しましょう。図7を見てください。より分かりやすく6章で具体的に説明した証券業界で対比してみます。証券業界ではネット専業証券会社を勧めましたが、その理由は図7から説明できます。預かり金額、売上金額に相当が比較的近い2社、丸3証券と松井証券を対比して、その収益差がなぜここまで開くかを理解いただきたいと思います。松井証券ネット専業証券会社、リアル店舗なし、預かり資金 2.5 兆円、営業利益322億円、経常利益186億円、経常利益率資金 0.74%。 丸3証券、通常携帯証券会社、リアル店舗あり、預かり資金 2.1 兆円、営業利益189億円、経常利益34億円、経常利益率資金 0.16%。 預かり資金差はさほど大きくない松井証券が 19% 売上代にもかかわらず、収益差が 4.65 倍にも広がっています。この差はネット証券特有のリアル店舗なし、固定費が低く抑えられる特徴が収益増につながっています。固定費の差額詳細を表1にまとめます。上場企業であれば、こういった財務指標はネットから簡単に手に入れることができますので、会社選びの際にはぜひ活用してみてください。ネット専門証券である松井証券は、ソフトウェアに関わる無形固定資産は大きいながらも、有形固定資産建物や土地が少なく、固定資産総額は丸3証券が 1.5 倍程度です。こういった有形固定資産を多く抱えてしまうと、それを維持するためのランニングコスト、特に問題となるのが人件費が上がってしまいます。主だった数値を比較してみましょう。松井証券ネット専業証券会社、リアル店舗なし、固定資産99億4900万円、預金行比率 0.40%、 有形固定資産8億4500万円、無形固定資産44億6500万円。システムに積極的な投資、販売費、一般管理費119億4900万円、預金行比率 0.48%。 丸3証券、通常携帯証券会社、リアル店舗あり、固定資産157億8700万円、預金行比率 0.75%。 有形固定資産25億8400万円、無形固定資産1億5500万円。システムにはお金をかけていない。販売費、一般管理費158億1300万円、預金行比率 0.75%。 リアル店舗をなくし、固定費を下げるビジネスモデルを早期に断行した松井証券の営願は経費節減に大きく寄与しており、それをやらなかった他の証券会社に比較して収益面で極めて有利になっています。会社の利益率が上がった結果、社員に対しての還元効果として給与水準を高く設定できるのです。こういった優れたビジネスモデルを持っている、知名度がそこそこの優良企業を見つけて就活を展開できれば、仮に自身の学歴に悩まされていたとしても、将来的な収入の不安を払拭できる可能性があります。ここでは証券業界のネット専門証券の優位性について取り上げましたが、ここまで分かりやすい例はそれほどありません。
考えている会社が数社あるのであれば、固定費比率が低い会社を狙って就活のアプローチをかければいいと思います。業界比較においても固定費がより抑制されている業界を狙うのも一手です。ただし財務指標が一般公開されていない非上場企業に関してはこの方法が適用できません。そんな場合、口コミに頼るか、帝国データバンクのデータをお金を出して購入するなどのちょっと特殊な方法を考える必要性があるかもしれません。7章のポイント固定費が少ない会社の収益性は高く、給与水準も高い傾向にある。8章在庫を大量に抱える会社ほど儲からない。会社の収益を伸ばすには、売上を伸ばすか、経費を削るかのどちらかです。技術が発展して、インターネットが当たり前、AI を活用することに注目が集まる昨今では、製品やサービスの差別化がどんどん難しくなっています。もちろん、斬新な製品やサービスは今なお出ていますが、昔ほどの驚きはなくなっているはずです。あのソニーだって、昔のようにヒット商品を出せない理由が、会社の独創性が下がったという単純なものではなく、それよりも成熟が進む一方の市場に対してさらに斬新なものを出すことが難しくなっている事実の方が大きいと思います。簡単にはヒット商品を生み出せなくなっているということが事実であれば、売上を伸ばすことは簡単ではなく、収益を伸ばす上で経費をいかがに抑えるかがとても重要であることは理解いただけると思います。7章では証券業界を例にとり、ネット専業の松井証券が固定費を下げることで経費を節約し、それができていない証券会社に比較して高い収益性を確保できていることを説明しました。経費を節約できるビジネスは、経費がかかるビジネスよりも収益を高くすることができます。この経費となる部分が多い業界や企業ほど儲からない。強いて言えば、社員の収入を上げることが難しいと言えるのです。経費を上げる要因として、土地や建物、設備を持つ固定費があり、それがゆえに人件費や減価償却費も上がる傾向にあるのであれば、変動費にあたる部分の経費に関しても低いに越したことはありません。この変動する経費の大きな部分の一つが在庫原価に組み込まれるものです。在庫は資金によって蓄えられますが、在庫が必ずお金に還元されるかといえばそうは言えません。商品が売れない場合です。このような商品は不良在庫となります。最終的に商品を捨てることになると、そこに要した資金は取り返せません。これは捨て金になります。捨てないまでも、売れない在庫を抱えてしまうと、維持費保管するための倉庫代、人件費の増加分がかかり、捨てない以上に経費がかかってしまう場合もあります。売れない製品、在庫がたまることはそれほど恐ろしいのです。小売業は平均年収が低いと言われています。なぜかというと、この負債につながる在庫を多く抱える必要があるからで、薄利多売でやっていくことが基本のビジネスモデルとも言えます。加えて、卸業者や小売業者はどんなに頑張っても商品の価値を引き上げることはできないと言われています。流通や販売の方法では付加価値を生み出せません。価値決定の権限は製造業が持っており、商品の妥当な価格を引き上げることができないのが小売業なので、必然的に薄利多売になってしまうのです。業界別40歳のモデル年収を低い順に並べてみましょう。会社4基本業界地図より、介護業界401万円、百貨店業界452万円、商品在庫ありきのビジネス形態、ホテル業界464万円、固定資産勝負のビジネス形態、リサイクル中古業界466万円、売れない在庫がたまるリスク大、家電量販店482万円、商品在庫ありきのビジネス形態、ホームセンター485万円、商品在庫ありきのビジネス形態、中古車業界488万円、売れない在庫がたまるリスク大、外食業界491万円、食品廃棄物のリスクが大きい、スーパー493万円、在庫がなければ商売にならない、アパレル業界500万円、在庫が最も恐ろしいと言える業界。対して40歳のモデル年収を高い順に並べてみます。コンサル業界1316万円、在庫一切不要、商社1232万円、在庫依存度が小さい、放送業界879万円、在庫一切不要、携帯電話事業者839万円、生産に関わる固定費は製造業に、在庫は小売業に、在庫リスクはないに等しい。この差はショッキングですよね。同じ業界であっても、在庫を抱えるビジネス形態と注文生産を根幹に置いている会社では収益率に大きな差が出てくることは一般的な認識といえます。8章のポイント、在庫を抱える必要がある小売業、スーパー、アパレル、家電量販店、ホームセンター等は給与水準が上がりにくい傾向がある。9章、製造業の給与水準はなぜ高いのか。
製造業は一般的に給与水準が高いと言われています。製造業の強みは自社製品の作り方や売り方の方針を自社によって決めることができ、価値が高いビジネス形態を作ることができます。これは当たり前のようですが、それができないのが小売業です。売ることに関して独自性は出せても付加価値はつかないからです。例えばプリウスに乗りたい、プリウスを買おう、日産の自動車でなくて、そう思う人がトヨタの車であるプリウスを購入するとします。プリウスはトヨタのどこのディーラーでも買えるので、どういった視点でディーラーを決めるでしょうか。おそらく安く買えるディーラーを選びますが、トヨペットで買いたい、メッツトヨタで買いたいとお店ありきで購入先から選ぶ人はほとんどいないでしょう。これが小売業の弱さであり、製品から付加価値を生み出すことができる製造業の強さです。この強さがそのまま高い給与水準につながっているのです。製造業は商品価値が高いと市場に認められると、作れば作るだけどんどん売れ、収益も上がりやすいと言われています。収益の幅を販売量や価格決定によって自分たちで設定できる製造業に対して、利幅が製造業に仕切られ活動範囲が限られている小売業者の方が利益を出せる幅が小さくなるのは当然のことです。その結果給与水準が低くなってしまうのです。収益が高い業界、高い会社は給与水準が高くなります。給与にこだわるのであれば、こういった業界の特徴をしっかり抑え、狙うべき業界、目指す会社を明確にすることが必達事項だと認識ください。9章のポイント、製造業は自社製品の価値を自社によって決めることができ、小売業と比較すると収益が上げやすく給与水準が高くなる傾向にある。10章、コンサルティング業界の給与水準はなぜ飛び抜けて高いのか。コンサルティング業界の収益性が高いことは世に知られています。この理由はビジネスの形態が人の知恵に大きく依存しており、巨額の固定資産を必要とせず在庫を持つ必要もないので経費を低く抑えられるからです。経費の大部分が人件費といえ、給与水準が上がるのは当然と言えるでしょう。でも本質的な理由はそれだけではありません。そのポイントをまとめてみましょう。給与水準が高い業界の根拠をここから探ることができるかもしれません。希少性の高い人材は取り合いとなり、結果として高い給与の仕事に就くことができます。その高い希少性は高い知的水準がゆえといえ、あらゆる分野や業界から必要とされます。その高い能力の希少性が高給につながっています。質の高いコンサルティングをするためには多面多岐な思考力を備え、顧客に尽くし経験も豊富であり、必要とされるスキルが備わっていなければなりません。これらを有する人材が希少価値が高いと言えます。働くことを厭わない他の業界に比べてハードな分野であり、その努力が収入につながる働く仕組みが出来上がっています。よく働き、よく儲けるということでしょう。システム化の流れに乗れている業界は強いと言われています。 IT 情報技術に投資をする企業が増えたことが挙げられ、コンサルティング業界の知恵を形にするのが IT を用いたシステムとも言われています。特に金融業界は IT 化に大きな投資を繰り返し、人件費を減らして収益を上げていくビジネスモデルを構築しています。こうして収益性の高いコンサルティング業界の特徴を整理すると、一つの方向性が見えてきます。知的な人材が社務に働き、時代の潮流に乗る、これはシステム化、IT 化、AI 化ということ。楽して高給を得ることは難しいということですが、社務に働くだけではダメで、その背景には希少性、市場価値を添える必要があります。就活先の狙い目としては、収益性の高い業界であり、高い分給与水準につながります。現段階における収益性の高さはシステムとの組み合わせである場合も多く、この視点も狙い目と言えます。10章のポイント、知的で付加価値の高い人材ががむしゃらに働くことで高い給与水準を勝ち取る場合が多い。コンサルティング業界の給与水準の高さはその典型といえる。11章、知名度が高くても上場していない会社は狙い目。これまでに紹介してきた上場企業とは逆のケース、上場していない大手で知名度の高い会社に注目します。ここには収益性の高い会社が並びます。なぜそう言えるのか。それは市場から資金調達することなく自前の資金で大きく育った企業は莫大な資産を持っており、収益性が高いことで社員に対する給与水準も高くなります。その最たる会社がサントリーです。おそらく知らない人はいないと思いますが、実はサントリーは会社のポリシーで上場していません。なぜ上場しないのかは各社各様ですが、理由の一つに会社を株主に左右されずに経営することのメリットがあります。サントリー含め知名度が高い収益性の高い非上場企業をご紹介しましょう。ただ以下で紹介する企業の全てで収益性が同等に高いとは言えず、
給与水準の高さをその企業の収益性の高さから深読みすることも企業を分析する際の一つの考え方ともいえます。サントリーホールディングス株式会社、種類食料品業界、事業内容日本の洋酒、ビール、清涼飲料水の製造販売、最近は健康食品も収益企業、連結売上高2兆4202億円、純利益214億円、売上高利益率 8.73%、 この値はすごい。従業員数37,745人、2017年12月31日40歳での平均年収 844.1 万円、 965.1 万円。関連会社情報子会社のサントリー食品インターナショナルが2013年に上場。株式会社竹中工務店建設業界、事業内容東京タワー、東京ミッドタウン、新丸の内ビルディングなどを手掛ける。連結売上高1兆2959億円、純利益179億円、売上高利益率 8.32%、 この値はすごい。連結従業員数12,982人、単体従業員数7,400人、2017年12月期40歳での平均年収 768.9 万円、 889.9 万円。関連会社情報スーパーゼネコン5社、大林組、田島建設、清水建設、大成建設、竹中工務店の一角、日本郵便運輸業界、事業内容宅配便大手3社の一角、ゆうパック、郵便と宅配業務が収益の柱。売上高1兆9738億円、純利益437億円、売上高利益率 2.21%、 従業員数195242人、2017年3月、40歳での平均年収 674.2 万円、 795.2 万円。日本郵政に準ずると予想。関連会社情報、日本郵政の 100% 子会社、株式会社ダイソー産業量販業界、事業内容100円ショップザダイソーを展開。売上高4548億円、純利益不明、売上高利益率不明、従業員数1000人以上、40歳での平均年収 635.8 万円。関連会社情報、国内最大手、上場の噂あり、競合のセリア、キャンドゥ、ワッツは上場企業。 JTB グループ、旅行業界、事業内容旅行業、出版事業にも進出。連結売上高1兆3229億円、純利益51億円、売上高利益率 0.385%、 この値は低い。従業員数26,646名、2016年3月31日40歳での平均年収 643.3 万円。関連会社情報、国内最大手、 JR 東日本、 JR 東海、日本交通公社、 JR 東海ツアーズと資本関係あり。株式会社ロッテ食品業界、事業内容菓子食品の製造販売、売上高に283億円、純利益不明、売上高利益率不明、従業員数約4500名。2013年3月、40歳での平均年収 579.0 万円、 700.0 万円。関連会社情報、持ち株会社ロッテホールディングスとなり、持ち株会社に移行。現在の株式会社ロッテはその際に分離新設され、持ち株会社の傘下に株式会社小学館出版業界、事業内容書籍の出版販売、売上高945億円、純利益不明、売上高利益率不明、従業員数716名。2018年5月1日40歳での平均年収1350万円、1500万円推定。関連会社情報、漫画雑誌では少年サンデーやビッグコミック、学習雑誌ではベビーブックや幼稚園や小学1年生、週刊ポストや女性セブンなども出版。株式会社朝日新聞社、新聞出版業界、事業内容全国紙朝日新聞を発行。売上高3894億円、純利益78億円、売上高利益率 2.00%、 連結従業員数7805人、40歳での平均年収 1262.0 万円。関連会社情報、40歳以上での年収カットの噂あり。新聞大手5社、読売、朝日、毎日、産業経済、日本経済はいずれも非上場。ヤンマーホールディングス株式会社、機械製造業界、農業機械、事業内容発動機、エンジン並びに農機、建機、小型船舶の製造販売。連結売上高4539億円、純利益50億円、売上高利益率 1.10%、 連結従業員数17,007人、単体従業員数3342人。2015年3月31日40歳での平均年収 544.4 万円、 665.4 万円。
関連会社情報競合大手久保田、伊勢納期等は全て上場。森ビル株式会社、不動産業界、事業内容不動産業を兼ねた都市デベロッパー、大型再開発施設であるアークヒルズや六本木ヒルズ、商業施設のラフォーレ原宿や表参道ヒルズを運営。売上高に497億円、純利益631億円、売上高利益率 25.27%、 驚異的な数字。従業員数1215名。2016年3月、40歳での平均年収655.0万円、776.0万円。関連会社情報、森トラストは森ビルからの分離、現在は一切の資本関係なし。森トラスト株式会社、不動産業界、事業内容不動産業を兼ねた都市デベロッパー。ホテル業も収益の柱。売上高1619億円、純利益319億円、売上高利益率 19.70%、 驚異的な数字。連結従業員数2477名、単独従業員数289名。2015年3月31日、40歳での平均年収655.0万円、776.0万円。森ビルと同等。関連会社情報、森トラストは森ビルからの分離、現在は一切の資本関係なし。日本 IBM 株式会社、コンサルティング業界、事業内容情報システムに関わる総合サービス、ファイナンシングの提供。売上高8953億円、純利益860億円、売上高利益率 9.61%。 この値はすごい。連結従業員数16111人。2008年12月以降非公開。40歳での平均年収 737.0 万円、858.0 万円。関連会社情報、外資系 IBM。 連結売上高8兆6103億円、純利益6259億円、売上高利益率 7.27% の日本法人。11章のポイント。非上場大手企業は収益性が高いがゆえの非上場、給与水準も高い。12章まとめ。給与水準を重視した就職を目指す際に着目すべき点を以下に整理します。企業偏差値が高い会社は総じて給与水準は高い。企業偏差値の高い会社を狙える就活生はそれでよし。それが難しい就活生には就活戦略を立てる必要があります。それは狙い目とする会社を明確化することで知名度の高い大手を狙う就活先の切り替えが必要になります。同じやり方で進めてしまうと偏差値が高い大学の就活生と真っ向渡り合うことになり、苦労する結果につながります。知名度が低い割に収益率が高い会社を探すことをお勧めします。D2B の会社群では知られていない優良企業が多くあります。そういった会社はメディアに取り上げられることが少ないだけなのです。経費が少ないビジネスを展開している企業は収益性が高い傾向にあります。逆に在庫をたくさん抱える小売業は減損時間とともに商品の価値が下がることで生じる損によるリスクがあり、多くの経費を要します。売上高経費率が高くなる。加えて売り方で付加価値をつけることができないなど、製造業に比較すると収益が上げにくく、社員に対する給与水準を上げることは難しいと言われています。以下各章で言いたかったことを整理します。1章、業種や業界によって得られる給与水準は大きく異なります。その生涯収入は1億円以上の差がつくことも珍しくありません。2章、業界や会社の偏差値を大学の偏差値と関連つけて考察しました。業界ごとに偏差値の格差が存在し、人気のある業界では就活生が殺到する結果、競争が激しくなり、偏差値の高い大学の就活生がよりたくさん入社している傾向があります。3章、業界偏差値と平均年収には正の相関関係が存在します。企業偏差値が高いほど平均年収が高くなる傾向があります。ただこの全体的な傾向であるマクロ的視点であり、詳細なミクロ的視点から見てみると違った傾向を見出すことができます。狙い目の会社はミクロに見てマクロな傾向から外れているプロットであり、企業偏差値がそれほど高くなくても給与水準が高い会社が見えてくるのです。4章、絶対的大多数のその他大学就活生において収入を重視した会社の選び方は、業界偏差値や会社偏差値が低い割に給与水準が高い会社を見つけ出し就活先候補とすることです。その特徴は社歴が浅く今伸び盛りの会社であり、加えて言うと旧財閥系三菱、三井、住友といった看板がある会社ではない、オーナー会社であり、企業規模がメガサイズではない会社です。
保証就活先に収入の高さを要求するのであれば、まずは平均給与水準が高い業界に狙いを定め、入社できる可能性がある会社をしらみつぶしに探していく方法が挙げられます。 B2B で名前が知られていない割に売上規模が大きい優良会社は意外に多くあります。そういう会社を狙った就活の視点を取り入れてください。6章、意外に知られていない東証上場会社の知られざる一面を紹介しました。ここではコンサルティング業界、投資ファンド業界、証券業界を例にとり、給与水準の高さに注目しました。7章、事業展開における固定費をいかがに抑えるかが収益に大きく影響し、これが社員の給与に跳ね返ってきます。考えている会社が数社あるのであれば、固定費比率が低い会社を就活先として狙ってみてはと思います。8章、経費を上げる要因として土地や建物、設備に相当する固定費が挙げられ、それを持つがゆえの人件費や減価償却費が発生するので、変動費にあたる部分の経費に関しても低いに越したことはありません。この変動する経費の大きな部分の一つが在庫原価に組み込まれるものです。在庫は必ずお金になるとは限りません。商品が売れない場合です。このような商品は不良在庫となり、最終的には捨てることになり、資金は回収できなくなります。在庫を多く抱えなければならない小売業は平均年収が低いと言われており、薄利多売が基本のビジネスモデルとも言えます。9章、製造業は一般的に給与水準が高いと言われています。収益の幅を販売量や価格決定によって自分たちで設定でき、商品価値が高い場合、作れば作るだけどんどん売れ、収益も上がりやすくなります。10章、コンサルティング業界の給与水準の高さから一つの方向性が見えてきます。知的な人材が社務に働き、時代の潮流に乗る。これはシステムか IT か AI かということ。楽して高給を得ることは難しく、その背景には世間的な希少性、市場価値を添える必要があるということです。11章、非上場大手はその収益性の高さがゆえに上場していないので給与水準が高くなる傾向があります。13章、この本を読み終えてすぐにやること。最後に本書を読み終えてすぐにやってほしいことを整理します。ステップ1、やりたいこと、目指す業界がはっきりしていないのであれば、給与水準の高い会社を狙い目に就活を考えればと思います。給与水準がどうでもいいと考える就活生はほとんどいないでしょうから。ステップ2、給与水準の高い会社を狙うのか。これは偏差値の高い大学群からの就活、給与水準の高い業界の中から狙える会社を探すのかを決めましょう。その他大学群714校、ただし自身のスキルに自信があるのであれば、この限りではありません。後書き、就活は戦略ありき、自分よりも頭が切れて優秀な人たちとの戦いの場であるので、成果は戦う前の戦略次第と言えるでしょう。他の就活生と同じ動きをするのではなく、違った動きから自身に有利な就活環境を見出すことが狙い目です。 B2C の会社よりも B2B の会社から優良企業を見つけ、給与水準が高い業界の中から知名度が低いがゆえに狙い目とも言える会社を探し出すのです。こういった取り組みをするかしないかで、将来的にいただく収入差が1億円以上になることを肝に銘じて、なすがままの就活からの脱皮を図ってください。検討を期待しています。